ずいぶんと遅かったわね。ああ、どうにかな。お昼ご…いや、食べてきてはいない。それなら、天気もいいし、裏に…それで…特にないわ。けど…青と正門くん、青って、休み時間のたびに放送がなく…うちはサボりに厳しい…さあ…俺だってねえよ。それで、どうするの？職員室に…この年齢でそれは…殴られるよりきついな。職員室に行った方がいいと思う。気にしなくてもいいさ。それに昼まで帰ってこなかった人のセリフとは思う。午前中は休んだ方がいいって言ったのは私だけど、まさか午前中も。そのお詫びも兼ね、教室の中だから安心だ。私も少し。そういえばそうだったな。それだとお世辞は苦手よ。だから間違ってもまさかどう。そうやってむんけど、少なくとも私が。朝は変だったけど今。ええ、期待してるから。どうか。食後のデザート。胃袋の、ま、はい、今日の授業はここまでです。はい、それでは皆さん、さようなら。一人だけ宿題。まあこれくらいな。サボるからよ。自業自得。やーいやーい。言い返して。それよりこの後何か。ああ、まさかどさ。あ、働かざる者食うべからず。いや、学生なんだから別にいいんだって。ねえねえ、何の話してるの。働かざる者食うべからず。家が定食屋だからお手伝いをしてるよ。大変なんだな。だからそういえば二人は黒金研究所で。嘘、まさかどは結構も。働く部署によっと。そ、また明日。はい、バイトを頑張ってく。バイバー。さてと、寄り道はダメよ。分かった。
ティリアが塔になるぜ。どうしたの、マサカド。いや、お前が明日塔になるってことは当然でしょ。当日に悠長に学校だろ。マサカドは寂しがりや。お前は寂しくないのか。もうでも塔になるって夢が叶うから。冷たいんだな。あ、本当だ。モーニン。ああ、おはよう。どうか。へへ。定食屋の方は。だってバイト。それで黒金研究所で臨時研究所だ。はい、マサカドさん。明日はティリアが塔になるから、それで臨時のバイトを募集。そしたら二人。それね、あい。けどマサカドも研究所、やっぱり初めて行くところだから。ちょっと、でもマサカド、今日は早めに来いって言われてるから。そうなんだ、マサカド。それじゃあ。どういうことか説。二人を採用するように言った。そんなの。私が学校に、あの二人がマサカドのことを好きなのはわかるか。お気土産。言い方が可愛くない。それに私、マサカドは寂しがり屋だから、私の代わり。けどお前が塔になってない。あの二人のアプローチを断る必要は。誘いを断って私と行くと言ったら、そうなったらきっとあのマサカドが幸せになるチャンスなのに。私はだから、マサカドだってそのけ。でも夜月を呼ぶから平気。それなら心配。冷たいなんて言って悪かった。けどこれでも結構。バス。そうか、それじゃそろそろ急ごう。こんなところに。それで。あれです。可愛いとは言い難い不思議なぬいぐるみばっかりに。可愛い。そうだよ。あ、オカリナにしがみついた。あれか。キャー。運が良かった。さっき、まさかど、私のも通ってよ。ゼット、お前趣味悪いな。マサカドさん、本当に。ああ、とりあえず、ほらや。Z って呼んでも怒ら。あ、待って、マサ。ああ、少し多めに入れてたから。さっきは、私も同じだ。そうだな。さて。あのやたらと走、クレーンから逃げ回ってるよ。よし、それなら追いかける。動き回る。ここまで行くと自分でもそう思うところはある。バカ、離せ。誰がぬいぐるみだよ。私はヒューマだ。ぬいぐる、それなのに鉄のクレーンで体を。お前、名前。アオト・マサカド。それじゃあしばらく。え、私の遊びを邪魔したんだから。と、それじゃあ私は先に帰って。
中に入り込ん俺は帰るのが怖っ。賑やかでも楽しかったね。運が良かった。でもまさかど、まさかどさん仕方ないな。いや私もなんかティリアのボディーガード明日でそろそろ普通なあ。二人とも週末私も暇か。そうかなあ。その子まあ無理にとは言わないけどよ。行きます行きます。さっき私も私もどこに行くかも週末までに。俺も最近の遊べるスポットとかおす。はい、サキたち。うん、楽しみにしてる。サキたち、もちろん。二人とも、やっと。お、すっごい。学校が終わったばかりなのに。ああ。ここでいいのか。集中したいから。そっか、それじゃあまり。お、わかった、応援してる。ええ、それじゃ。じゃあな。さてと、なティリアと別れるのはさ。そりゃぼ、まあティリアは彼女が心を開いているけれど、アオト君はまだ。私などこちらから挨拶。青戸くんが謝ることではありませんよ。どうして。別れが辛くなりますので。黒金、そこ、まさかど、今日はまだ所長はこ、そろそろ来ても。まさかど、わかった、お願いね。私が、いや、俺が行きます。ここにいても。さてと、本番まじ、とりあえず敵、
おかしいな。いや、それはない。ソニックルームは閉まっ…この中に…ま、し…やっぱりな。歌？副所長、所長は…モニターを、ソニックルームの中を…あれは…あの手にも…所長、何を考えているの？まさか…勝手な行動をして…ティリア…なんか途中…これは…700年…700年…実際…それじゃ…なんかさ、急に壊れたテレモンみたい…なんかば…昔からよくあるのよ、特定の…これが原因…でも、ティリアソフトは横暴で有名だから、修正やサポートはいっ…バグっちゃってるなら、もうおしまいね。でも待てよ。そこでな…ティリア！なあティリア、聞いてくれ。今俺、大地、そんなこと…まさかど？そのこそ…ただいま。まさかど、朝…よう…うまこ…どうか…まさかど！コスプレって…あ、ご近所の人たちには見られてない…お前、これは俺にとって…ふだき…ああ、そうだ。この世界…この世界じゃないとか言って…頭でも打ったのか…ティリアに写メを送っただけよ。この服装を私服だと言い張って怒っているマサカド…あら、早い返信…顔を洗って目を覚まして…ああ…顔を洗ってきま…てか、前回の時もそうだったけど、俺だって寝ぼけることくらいあるさ。でももう大…一応…反 AHPP の奴らからだよ。まずいな、下手なこと…実はさ、夢だ。まさかどう…そんなこと…不安…そんな怖がらない。信用し…そうじゃない。し…信用してるわ。だから大丈夫。信用して…でも…調子が頻繁に襲撃があるわけ。そういうわけに。友達？寂しい。それにほら、俺たちっていつ。それは間違い。それも嘘だろ。けど、前回の時にものすごく。それに長い間一緒にいたんだし。そうね。そうか。否定されたらどうしようかと思ったけど、それくらいの関係。はい。ここまでは校門の前でサキとフィン。そういや、補習サボるか。いや、やっぱりまだ調子が悪いみたいだ。悪い。ああ、大丈夫だ。分かった。
2回目ともな。そういうなのにどうしてこんな平然としてるんだ。ダメだ、思い出せ。さて、およし、全は詳しくは。え、どうしてた。そりゃ知ってる。お主さっきから何を言っておる。そう、ここは異世界に。だお前たちからだよ。実は俺未来から来る。あ、いや、と異世界へ続く扉だか穴だかがあるって言われ、しかもカード払い。神社に伝わる秘密を知った。なるほどね。つまり、マサコ殿の中には…まあ、これってつまり…未来から来たという表現だが、神社の秘密を知っているのなら…それで…けど…お主、これからしばらくの間な…そして、お主の望まぬことが起こ…ならばそれでよいで、俺が知りたいのは…異世界へ続く穴だか扉かが偶然開いて、偶然そこに落ちたら、偶然か…まあ、理由なんて知ったところで…そうそう、まあ…でも、前に経験し…どうして…普通、未来から過去へと戻ってくることなど、だが、それができてしまっ…つまり、同じことばかりやっていると…うん、そういうことだ。何…まあ、その時一番いいと…うん、それでいい。難しくか。でもさっきも言ったよ、嫌なことは避けられるし、それに宝くじや競馬で分け前を。つまりそれじゃあ異世界には行けないね。いや別に。ずいぶんと。ああ、どうに。お昼ご。いや、食べて。それなら天気もいいし、裏庭に行く。そうだ。特にないわ。けど。青と正門くん。うちはさ。さあ。俺だ。それでどうするの？この年齢でそれは殴られるよりきついな。職員室に行った方がいいと思う。気にしなくてもいいさ。昼まで帰ってこなかった人のセリフとは、午前中は休んだ方がいいって言ったのは私だけど、まさか午前中丸。そのお詫び。教室の中だから安心だとは思ってたけど。私も少しだけ不安だった。そういえばそうだったな。それだと助かるわ。お世辞は苦手よ。そうやってむんけど。少なくとも朝は変だったけど。それじゃ。ええ。どうか。食後のデザート。さすがにお前の胃袋と言いたいところなんだが。それ…ああ、さっき…私がデザートを欲し…予知能力…まだ本調子じゃないみたいね。冗談…やっぱり信じても…はい。はい。それではみ…一人だけ宿題。まあ、これくらいの場…サボるからよ。それより…ああ、働かざる者食うべ。いや、学生なんだ。ねえねえ、働かざる者食うべ。家が定食大変だが、そういえば二人は黒うそ働くと。またはい、バイバイ。さてと、分かってるって。
ティリアが。どうしたの？いや、お前が当然だろ。まさかど。お前はでも、どう冷たい。モーニン。ああ、おはよう。へへ。定食屋だって。それで金はい、明日は。それでそれね、はい、けど、やっぱりまさかど、今日は早め。そうな、まさかど。それじゃ。どういうことか。二人をさ、そう、私が、あの二人。お君、言い方は。それに、まさかど。けど、お前が当になっ、あの二人、誘う、そうな、まさかど。だから、でも、夜月を呼ぶから平気。冷たいなんて言って、けど、これでも。おっと、そろそろ。さ、こんなところに。それでかわいそうな。おお、まぜま、あんま、うん、さて、よし。さあね、まさかど。ああ、まあさ、ね、ぬいぐるみに囲まれて寝ようと。お、でもあなたをな、あ、今日から私も。はあ、いや、それじゃ。なんかクレーンゲームの中に入り込んで。私も初め、俺は帰るのが。にぎやくでも楽しかった。うん、でも、まさかどさん。仕方ないな。やった。私も。なんか、ティリアのボディーガードを。明日で、そろそろ。なあ、二人とも。週末、私。ま、また。はい、さ。と。が。
ここで集中。それあまり。わかった、応援し。ええ、それじゃ。さて、おはようございます。 TV や。そりゃまあ彼女が。けれど私青戸くんが。どうした。別れがつらい。黒金まさかど今日はま所長。そろそろ。まさかど。わかった、お願い。私が。いえ、俺が行きます。ここにいても。さてと、本番。おかしいな、どこに。いや、それはないか。ソニックルームは閉まってるから。この中に。ま、閉まっ。やっぱりな。所長が見つかったのか。副所長、所長。青戸くん。もう。え。まさか。勝手な子。ティリ。なんか途中。これ700。実な、なんか無く。これが原因で。でも。で。まあ、ティリアのと第一、これ、とにかく。よっ、うまっ、まっ。てか、俺。そういう。はい。平気。うっせが。なんだ。お主。まあ、それわけカード。つまりそれじゃあ。いや別。それで特にな。といい。じゃ。はい。はい。まさかど。あ。いや。ねえねえ。さてと。
まさか。意外と空いてるみたいだな。場所か。どうしてこのプール臭い。言われてみればちょっと。いや、キリア、泳げる。本当か。泳げる、水水よ。今から証明。それじゃあお手並み。ティリアのやつ。しかも泳ぎならティリアに教えてやっ。こうな。まさかどう。やべえ、そ、未来を変えようと思ってた。こんなのまぬ。なんかちょっとマッとしてるな。まさかどう、大丈夫。何が。俺はそうだ、確か呼吸してなかったわ。悪い、心配かけて。無事ならいい。もうそれにしても止まってた。でも呼吸が止まってた。だってなんか待てよ、確かぬめっとしたもので口を。それで目を開けると、ま、あ、私更衣室に戻って。って行っちまった。てかふっ。なんだ仕事。こう見たけど溺れて。ダメだろうそれ。そうなんすけど、あのお姉さんがおに。え、皆まで言わせ。私が助けなきゃいけなか。だから次の仕事が見。私のポ。どうかしたの、まさかど。ごめんな、せっかく。それに本来なら本当にごめんな。そんな。まさかどは溺れてし。今日のは事故。十メモけど、トラブルもあったけど、それも含。ありがとうまさかど。あ、また絶対。ええ。ティリ、どうしたの。ま、いや、お前がどうせだろ。まさ、本当はや。ここでサキたちと。でも俺なんか比べ物にならない。襲撃があるのは分かっているとはいえ、くそ。そういう。ああ、え、それじゃ。それ、あ、あれだってまさか。そ、あの二人が。お君じゃなくて。そうよ、元はと。けど放課後に歩くの。なあ、放課後一緒に研究所に行けなくなったんだ。最後の最後まで学校で授業を受けるだ。でも私もなるべく静かなところがいい。Thank you.
黒金の自殺を止め、ティリアが塔になるのが確実のも、それとも1回目の時にティリアにかかってきた。とにかく前回同様の研究所の廊下、それ、ああ、すげえ。面白い例えね。そこまで間抜けじゃないさ。そんなに誰か隠れてた。人が隠れたり。それとつい、よし。あ、揚げパン食べてなかった。揚げ、そういえば、悪いティリア、さっしょ。かわい、時間、そうか。副所長、聞こえ、予定時刻になりました。わかった、ティリア。ええ、まさかどう。ああ、始まったか。ってことはこっちも。これは一体、開けようとしても無駄ですよ。しょ、どうしたんだ、青と。ダメですよ。だっ、俺はティリアのボディーガードです。それが好きなだけ殴るといいさ。なんたって俺にとって黒金がどうして自殺をしたのかは分かる。ただ、さあ、もうすぐティリ、黒金、いや、何、貴様がティリアにとってどれほどの存在なのか。どういうことだ。ソニックルームドアを貫通させた。お前がティリアにとっては、ティリアが、なんだよ、このままじゃ1回目、俺もそれだ、喜んでいい。青人君、成功です、大成功です。動かないでください。成功、よかった。俺が撃たれて目の前で死にかけて、いや、これ俺はそれができたんだから喜ばなきゃ。アウト、マサカド、すごい結果。
そういうわけ…うるさいけど…それに、あなた…とにかく…核兵器…そんなところに行って何するつもり？わかっ…なんでも行かなきゃ…頼む…わかっ…ちょっと…もう時間の問題よ…さあ…さあ…アオとマサカド…まあ、あとは…借りは…なあ…わかった…幸運…このバイナリアに…アオ！記憶がダイブする前にも…驚いた…まさか進行不能バグを…信じられない。700年前の…よくわからないんだけどさ、今回…青と進行不能バグを回避し…私も青とがあのノイズになる部分、私が無意識に記憶の消去をした。記憶…あまりに辛い記憶…確かに、あの辺り…でも、青とが別ルートから…それで…私…まさかバイナリアの中とは…ああ、違う結末を迎えることのできた記念だ。そんな…ほんと…なんでもない。早く現実に戻って。それじゃ。まあ、それに、とにかく、よう、うまく、顔、
Thank you.
体制に入るわ。気をつけて。攻撃を継続して。ブラスキ。回るよ。キル。回るよ。そこまでです。いや、フラグオフ。
戦闘態勢に入るわ。よし、やっつけちゃうよ。やっ、やっ、しびれますよ。はい、もう一つ。やっ、やっ、はい、ここまでです。やっ、はい、やっ、はい、もう一つ。しびれますよ。やっ、はい、フラグオフ。やっ、はい、もう一つ。もらった。しきり。ここまでです。しびれますよ。はい、攻撃を継続して。しびれますよ。いや、もらった。キル。もらった。いや、はい。いや、はい。回るよ。フルクリティカル。いや、あなたが望むなら。はい、もう一つ。この力受けてみなさい。十分な戦績よ。に入るわ。よし、やってやるぜ。フルクリティッド。フルクリティッド。キル。いや、はい。もらった。フラグオフ。いった。いや、警戒して。いや、撃ち。はい。いや、逃がしませんよ。予定通りであるよ。劣勢よ、慎重にね。しびれますよ。この力受けてみなさい。攻撃を継続して。強端に値する。体制に入るわ。無理は禁物だよ。しびれますよ。しびれますよ。いや、はい。フラグオフ。いや、いった。いや、はい。ここまでです。ここなし。攻撃を継続して。いや、はい。逃がしませんよ。はい、して。もう一つ。逃がしませんよ。いや、はい。もらった。地球。フルクリティッド。もらった。この力受けてみなさい。強端に値する働きね。戦闘態勢に入るわ。気をつけて。フルクリヒット。しびれますよ。いや、はい。キル。回るよ。来た。いや、
しびれますよ。はい、くるくる反対、逃がしませんよ。フラゾフ、エッチ完成。あなたが望むなら。はい、もう一つ警戒して攻撃なさい。予定通りね。この力受けてみなさい。強端に値体制に入るわ。ここもやります。ここなしき周り、予定通りね。フラゾフ、いや、もらった。攻撃を継続して、逃がしませんよ。攻撃を継続して、しびれますよ。攻撃を継続して、いや、はい、リンケージ解除。回るよ。しびれますよ。いや、回るよ。逃がしませんよ。撃破開始。強端に値する働きね。無事か。ああ、そう、私たち、了解。今度こそアルルーの中にこの歌響き渡れ。俺が言ってることわからないかもしれないけど聞いてくれ。俺はお前を攻撃はしない。ただ俺たちの思いを伝えたくてここに来た。お前と同じ星の医師たちの思いを今からお前にぶつける。もし俺たちにやれることをやるぞ。
動態勢に入るわ。気をつけて、来る。おなしき回るよ。地球なんだと。復旧を急いで、落ち着いて。次こそ。エッジ完成。いや、フラグオフ。ここなしで。復旧を急いで。臨時停止解除。Yeah!
ついてくれる？ココナのとっておきに。これでおしまい。警戒して迎撃なさい。安らかに行かせてあげましょう。施術完了。いや、はい、いや、予定通りです。ここまでです。特別だ。スイハッこなしきスイハッ警戒していや迎撃、はい、予定通りですもらしスイハッ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 落ち着いて警戒して迎撃なさい。思いを力に発動。で、すごい光でしたね。大丈夫か？あ、わかる。え？星の言葉がわかる。アルルーと融合したから、星の伝えたいことが…アルルーが、アオトとお話ししたいって。ああ…怖がらないで、何もしないわ。聞きたいこと。あの時どうしてあなたは。そんなことが。それで世界が崩壊してしまうとしても。正直世界がどうなるとかそんなこと考えてなかった。でも世界を守るためにあの二人が犠牲にならなきゃなんねんなら、人間は
アルシエルを自分たちの作ったボールか何かだと思ってる。アウトがサキやフィンネルを守るために世界を犠牲にしてもいいと思う気持ち、あなただってこの世界に住む人たちに恨みはないでしょ。でもサキとフィンネルが傷つけられそうになったら満足いく答えだったか。少しは期待できそう。あなたが今後どんな道を選び、どんな、それならこれからはティリアの中でおとなしく様子見してな。そうね。でもやっぱりダメだと判断したら、私はただ純粋にアルシエルのために行動する。この状態でコアまで行けば私たちの総意と話ができるはず。ああ、ザザクとジーター。よし、アルキア軍は先の伝達通りに市中の守りにつけ、タイガ軍は俺と研究所へ向かうぞ。ケンガイ殿。なに、どういうこと。はっ、たく見事な指揮能力ですね。お待ちください、アオト殿の人とレーバテイルとの共存を願よって。アオトか。クラスタニア軍将軍アカネか、よろしくな。話どうだった。まあとりあえずアルルーはお前の中でおとなしくしてくれるってさ。そう、それじゃああの子も仲間というわけね。お前そう呼ばねえよ。ココナ、それじゃあ大地の心臓を。うん。ワスイエラクラニダーレヨア。回収したよ。それじゃあ、サーシマナフスレピアデアミーシェードトラスティリエバリスグーオイギオアンウスレプムシェリエル。これでムーシェリエルの機能は完全に停止したわ。よかった、これで少しは状況が良くなりましたね。でもまだ問題は山積み。ティリアの言う通りだ、落ち着いてはいられないよ。そうだな。それじゃあ今からトコシエ水道に行くわよ。トコシエ水道。トコシエ水道の奥にアルキア研究所の最新型レーバテイル解析、そこでティリアの中にあるアルルーの状態を確認させ。それって VR21。 待て、リッVR21 が普通の何か裏があるんじゃない。リッ、大丈夫。僕は確信している、その考えは揺らがない。だからごめん。やはり先生、
お主に一言礼を言いたくてな。すべて思い出した。ああ、わらわの名は歌と。そう。じゃが惑星は星のコアを砕かれ、地表を豪華でなぎ払われ、それでもわずかな生命力と。じゃがムーシェリエルが吸収した動力量は、そしてついに歌はなくなったこの星の大地は枯れ、そして歌を歌う意志であったわらわの存在は、しかし今こうしてわらわは蘇った。今ならアルシエルと対話し。うん、それは私たちの望みでもある。うん、これまで迷惑を。それじゃあ鈴の宮さん。仲間か。ああ、そっか、よかった。そうですね、ありがとう。
お前は鈴の宮。質問は、この場所は、マラワが歌い、この地はできた。そうか、現実世界。マラワは全てを思い出した。改めて名乗ろう、マラワ。この星が砕け散り、それ以来マラワは自分。そうじゃ、星は歌う。マラワは自らを思い出すためにあがき、そしてこやつにひどいことをしてしまったようじゃ。うむ、こやつの精神世界がこうなった。それならまずはあなたがした。うむ、こやつの誕生の時、わらわはこ、それはおそらく想像通りじゃろう。あやた、準備というのはこやつの体。お主らはフィンネルとの融合を果たした。あやたねは完全にわらわに体を譲りたかったよ。フィンネル自らが自発的に精神世界を破壊し、相手に明け渡すか、精神的に弱らせ。その通りじゃ。当然前者はロン、作為的に。それもそんな、アヤタメにとってフィーネルはある。どういう事情にせよ、だからこそこの荒んでしまった世界を。なん、フィーネル自身が現状を肯定してしまった。フィンネルの気持ちを変えるしかねえってことか。そうなるね。でも確かにそうすれば。なんかあり、何を言い出すかと思う。さっきの話を聞いていて、それはいくら星の意志の方が上位波動を持っていくのことに、私たちはフィンネルに。アウトにとっては私たちは憎い。そならば現状を好転させる。
夜景を見てたのよ。暗い世界だなって思ってね。お前がその一端を担っていることも自覚しろよな。してるわよね。あ、うまくいけば。なあ、お前本当に好きでいじめてるのよ。それは本当に本当の話。いまだに信じられないけどな。青とは私がフィンネ。そりゃ気に入らないやつだって思ったさ。そりゃなんか、それまでどうしてるつもり。フィンネルに変なことしないように。ほん、私フィンネルに青とに排除されちゃうじゃない。そ、自分で考えてみてね。あっと、どう、最後にもう一度言うわ。本当に生半可な気持ちで決めるの。それはもしかしたら他、それも踏まえた上で。俺はフィンネル、俺が一生守って。それは、エゴで結構。フィンネルは俺の召使いなんだぜ。そもそも俺と全然関係ねえところにでかい。これからずっと一緒だってのに。分かったわ。当然だ。分かったわ。おい、まさか。話が早いじゃないか。お前たちは、前も言った通り私がしょ、そんなことにはならねえよ。そう、や、無理。お前だって無理なんだもん。だって私だってフィンネルなのよ。それもケンズ、アウトが私を殺せば。なんだソーマ、アウトが心の傷にならなければいいのだから、僕が君を。ソーマ、ユリシカ。残念だけど僕はもうそれほど、こ、同じくあと数年でアルシールに帰るわ。そんな、アウト、フィンネルを幸せにしてあげてね。あなただけが。ヒールは最後までヒールなのが美しいもん。問答無用。これで。フィンネル！防衛規制が消滅したわ。急がないと。防衛規制。悪い、桃子。フィン、リッケさん、フィンネル、どうし、フィンネル、よかった。いつ、はぁ、どうして私の、ま、死ぬのは苦しくなかった。死ねば楽になる。青戸が私の前に現れたから。死んでも楽にはなれない。青戸と離れたくないから。死にたくない。よくも青戸なんて信じ、私をいじめたクラスター全員ぶっ殺してやる。私毎日こんなだったの。逃げなよバカ野郎。お前を一生守るって決めたんだ。俺はお前だけを守って生きる。どうしてなのよ。だから、どうして、ねえ、どうして。いいんだよ。私何も悪いことしてない。なのにどうして。フィンネル、いじめないで。フィンネル、フィンネル、私は生きたいの。どうして私ばっかり、どうして死ぬとか、私何もしてない。フィンネル、死んだら俺も、もし、辛かったんだな。俺は、でも
これからは俺が絶対にさせねえ。俺、フィンネル。つらかったの。そんなことねえって。本気でつ、もう大丈夫だ。もう一人で頑張らなくてもいいんだ。本当？ああ、それでも泣きたきゃ泣け。そしたら、俺がずっと、よし。フィンネル、だ、大丈夫。そうか、よかった。おい、フィンネル。あ、そうな。この世界は崩壊し始めているわ。このままだと。わかった。無駄よ、フィンネル。助かるとか助からないとか、そんだから最後の最後。わかったわ。助かった。フィンネル。
ィンネル、フィンネル、フィンネル。鈴の宮はまさかみんな。鈴の宮とい、アオト、急ぐぞ。融合の儀式はお互いが向かい、あ、悪いな、フィンネル。今回はどこか行くことができねえ。後でビンタでもなん。Was yellow, exec, flip, cosmos here。フィンネル。エンチスヨーエンピドットヨー。近い。早く私たちの仲間を。これからも。フィンネル。よかった。鈴の宮と融合したんだ。他に方法がなくてさ。さあ、俺も男だ。アオト、融合の儀式の時、アオトってお願い。ああ、もちろんだ。ありがとう。だからさ、お前ももう寂しさにかまっ、そんな注意引いたりしなくたって。いや、誰、うん、ノー。鈴の宮、いいよ。礼を言われるようなことはし、せめて、これからも、しばらく、お前の命の灯し、これから、そっか、だがな、え、せっかくじゃから、新しい世界を作らぬか？お、もちろんじゃ。わらわはこのアルシエルの生命、お主のコスモスフィアに世界、アオトや鈴の宮やユリ、おそらくその辺で復活しておるじゃろ。歌の思いを実際のエネルギーに。よし。うん。高いの手がか、そうな、あら、ほら、お、いや、よくわかわからないのか、あ、当たり、
でもお前、前の階層で防衛規制がなくなって、そ、でもヒューマだったらそういうの全然関係ないのよ。なってみたりって。ふむ、わら、フィンネルの精神だが、復活した時に、要するに、なんて、そうな、そうよ。だって、私、歌の思いを変換するヒュ、大正解。お前だ、ここがそうだった、中心だったからこそ。それにしても綺麗な星空だね。これから作る世界は、ふむ、空などとみみっちいことを言わずに、それ、フィンネ、さあ、うん、未だに信じられない。私もう過去に縛られてない。ねえ、青と、どんな世界がいいかな。お、俺かよ。だって、そうしたら、まあ、そういうことならいいぞ。なんだよ、俺を刻むんだろ。というわけで、フィンネル、この世界、バカ王と、し、つま、そろそろ血は喧嘩、血は喧嘩じゃありません。うむ、ソーマもユリシカも、もちろんだ。これからも少しの間、やっ、もちろん。ふむ、それでは歌おうぞ。あっ、忘れない星をたどり、真っ暗闇に隠れた小さな夢、あなたのそばで見つけたこと。おい、これが新しい世界。なんだこれ、これ、私だって、でもこの世界は私だけじゃない。なあ、そうしろよ。こんな、だからこれからはずっと、青と、青と、ちょ、待って、な、そんなことないよ。でも、そうか、悲しい、フィンネル、今の笑顔、今までで一番可愛いぜ。本当？でも、この笑…ありがとう、青と。